ずいぶん元気なお客さんですね。わあ、おしゃべりするワンちゃんだ。おお、よしよし、かわいいね、かわいいね。もふもふ、もふもふ。ちょ、やめてください。琥珀は犬じゃなくて立派な狐の式神。ああ。いきなり手なずけられたな、犬っころ。それで、キョンシー妹とやら、私に頼みとは。あのね、あちしのお兄ちゃんたちが悪い鬼にさらわれちゃったの。取り返そうって思ったんだけど、あちし一人じゃ全然叶わなくて。だからお願い、生命さん、悪い鬼から兄ちゃんたちを助けて。悪い鬼？もう少し詳しく教えてください。どんな姿をしているとか。見た目はかっこいいお兄さんなの。かっこいいお兄さん？うん。でもって真っ白な服を着てて、でっかいうちわを持ってて。何？あとね、背中にでっかくて真っ黒い羽が生えてた。まさか大天狗？ご存知なんですか、広政様。ああ、山に住む鬼だが、決して邪悪な存在ではない。悪鬼を倒すため、共に戦ったこともある。ええ？この娘の言った通りなら、奴に間違いないが、とても信じられん。何かの間違いではないのか？間違いの可能性もある。しかし、そうでない可能性もあるという。いいだろう。この件、俺が詳しく調べてやる。私も力を貸そう。この異変もまた、黒生命への手がかりとなるかもしれないからな。調査開始ですね。もちろん、琥珀もお供します。では、出かけることにしましょうか。この辺りで遊んでる時に、兄ちゃんたちがさらわれたの。一緒に遊んでたお友達もみんないっぺんに連れ去られちゃった。みんなですか？一体何の目的で。ヒロマサ、お前の知っている大天狗の住処はどのあたりなのだ。山の中としか言えん。転々と住処を変えていたからな。ん？何でしょうか。どこからか笛の音が聞こえてきます。綺麗な音色ね。聞いているだけで心が落ち着く。まさか奴か。どうしたんですか、広政様。奴は笛の名手だ。その音色は一度聞いたら忘れることはないの。おお、そなた源の広政ではないか。久しいな、大天狗。貴様、返して。に誰かと思えば、この間捕まえ損ねた小娘か。兄たちのことなら心配はいらぬぞ。我が作業場で立派に務めを果たしている。なんだと。貴様、やはり悪事を働いているのか。悪事？そのような猥小なものではない。所詮奴らは何の役にも立たぬ雑魚。大義のための手駒になれるだけ幸せというものよ。いかに鬼とはいえ、罪のないものをさらうことが悪事でなくて何だというのだ。貴様、一体何を企んでいる。残念だが、これ以上を語る道理はないな。やれ。なんだこいつらは。我が大義の邪魔をするな。この借りは高くつくぞ。待て、広政さん、危ない。まずはこいつらをおとなしくさせるからだな。あちしも助太刀するよ。さあ、
私と共に戦ってくれ。呼んだ。ゼニア、ゼニア。今の鬼たちの動き、おそらく何者かに操られているな。何者かというのは、やはり大天狗なのですよね。なぜだ。大天狗のやつ、なぜこのようなことを。追いかけて問いただそうにも手がかりがありませんね。どうしたものでしょう。いやいや。なんでバッチリやっつけたのに。ねえねえおじさん、どうして起きてるの。ここは。え？ここはどこだ。あれれ、なんか変だよ。お前たちは。なんだ、俺たちにやられたの覚えてないのか。あ、そういえば体が痛い痛い痛いよ。どういうことでしょうか。覚えていること。はい、今この場所で気がつく前に何か覚えていることはありませんか。おう、言われてみれば笛の音が聞こえたような。あ、美しい音色だった。思わず聞き惚れているうちに体が勝手に動き出して。気がついたらこの場所にいたということですか？ああ。やはり、大天狗の術で操られた者たちなのか。そのようですね。あとは、操られた彼らがどこで何をしていたかということだけど。そこに兄ちゃんもいたのかな？もう少し話を聞き出してみましょう。だんだん思い出してきたぞ。裂け目だ。何もないところに刀傷みたいな裂け目があって、その向こう側におっかねえ何かがいる気配がした。それって、俺たちは呪術を使ってその穴を広げる作業をしてた。しばらく続けるとヘトヘトに疲れちまうんだが、少し休ませれ、また作業に戻される。もう嫌だ。限界だって言ってるのに体が言うこと聞かねえ。嫌だって言ってるだろう。助けてくれ。皆さんが働いていた場所にですね、少年の鬼はいませんでしたか。この子みたいな青白い顔の鬼みたいなんですけど。あちしの兄ちゃんたちなの。青白い顔。ああ、そういや見たぞ。本当ですか。確かに俺たちと同じ場所で働いていた。無理やり働かされていたから、もともと青白い顔がさらに真っ青になってたよ。そんな、兄ちゃんたち大丈夫かな。とにかく
なるべく早くその裂け目のある場所へ向かいましょう。どこにあるのかすぐに分かればよいのですが。手がかりは必ずある。諦めずに探すぞ。どういうことですか、生命様。陰界の裂け目から漏れ出た陰の気が彼らの気と混ざり合い、水飴のように糸を引いている。この糸をたどって行けば裂け目の場所を突き止められるかもしれぬぞ。なるほど、やりましたね、生命様。そうと分かれば早速たどるぞ。言われなくても分かっている。急ぎましょう、生命。陰の気が比べ物にならないほど強くなった。裂け目はこの辺りで開きかけているのだろう。は、見てください、鬼たちが何やら作業をしていますよ。どうやら大当たりみたいだな。兄ちゃんたちもあそこにいるのかな。いるはずです。手分けして探しましょう。すみません、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。もしもし。やはり無視されてしまいましたか。先ほど戦った鬼と同じように、こいつらにも正気がない。やはり操られているか。嫌な予感がします。一刻も早くお兄さんたちを見つけましょう。にゃ。わあ、かわいい猫ちゃん。そんな、あのおしゃべりな救命猫さんが。この子も捕まって働かされているみたいね。恐ろしく強い術のようだな。ちょっとやそっとでは解けそうにないぞ。どうする、生命。生命。阿部の生命。にゃー、生命。ここで会ったが100年目にゃん。やりました、救命猫さんへの術が解けたようですよ。猫にかかっていた術の強さを生命への恨みの強さが上回ったようだな。覚悟するにゃ、生命。ふにゃー、力をこうしてよ、救急如立寮。大丈夫？大丈夫？早くないか。この少女。バッチョ！このままでは再び術にかかってしまうぞ。眠っちゃダメ、仲良くしようよ、猫さん。ふにゃー、そんな耳と耳の間は。もふもふ、もふもふ。ふにゃ、ふにゃー、ごよごよ。わあ、
救命猫さんったら気持ちよさそうに目を閉じて喉を鳴らしていますよ。意外と普通の猫らしいところもあるのね。なかなかいいもふりにゃ。その調子で。はっ！おのれ生命！こんなことでにゃんを手なずけられると思ったら大間違いにゃん！そういう割にはとっても気持ちよさそうにしてましたけど。そんなことはないにゃん！おい、一つ聞くか。今お前を手なずけた娘のような青白い顔の鬼をこの辺りで見かけなかったか？うん、知ってても教えないにゃん。そんな兄弟のことなんて。兄弟？なぜ兄弟とわかる？俺は青白い顔の鬼としか言っていないぞ。なに？しまった。どうやら二人はこの辺りにいるようです。よかったですね、キョンシー妹さん。うん、にゃーん、覚えてるにゃーん。言ってしまったわ。なんというか、ここまで間抜けだと逆に同情禁じえないぜ。ちー兄ちゃん。ちー兄ちゃんなんでしょ。返事してよ。やっぱり寝ちゃってるの？ジーニーちゃんの寝ぼすけ！ねえ、起きてよ！ジーニーちゃん！ジーニーちゃん！ジーニーちゃん！まさか、手遅れなのか？それにしても不思議な術です。生命様のお力では払えないのですか？やってみよう。払いたまえ、清めたまえ、救急如立。ふっ。変化ないよね。あ、やはり無理だったか。やはりですか。術を解くことはできないの？さっきみたいに無理やりにでも動きを止めれば我に帰るんじゃないのか。ここにいる者はより強力な術がかけられている。それだけでは厳しいだろう。元に戻すには最初に術をかけた者を見つけ倒す必要があるな。なんだ、あるじゃないか、最も簡単な方法が。いいんですか、ヒロマサ様。大天狗様は昔の戦友なのでは。戦友？冗談ではない。奴はもう俺の知っている大天狗ではない。倒すべき悪鬼だ。ん？貴様ら、忠告をしたはずなのに、のこのこと現れるとは。それほど命を無駄にしたいのか？それはこちらのセリフだ、大天狗よ。ここにいる鬼どもの術を解け。そうすれば、命だけは助けてやる。何がおかしい？これが笑わずにいられるか、ヒロマサ。いつからそのようなザレ言を吐く男になった？相手が強い鬼と見るや問答無用で勝負を挑み、弱い鬼には見向きもしない。それがかつての貴様ではなかったのか？あのような手駒程度にしかならぬ雑魚に情けをかけると、弱くなったものよの、ヒロマサ。だが我は強いぞ。貴様が考えている以上にな。あの方に力を授かったのだ。大義をなすためのより強大な力をな。あの方？がっ、この大バカ野郎が！目覚めよ、時は来た。大丈夫、離さないか。ガカイ、はっ、マッソ。暴風を支配する我が力を見よ。マッソ。邪魔する。みんな死んで。五行結界陣、マッソ。
広政、生命よ。さあ、洗いざらい吐いてもらうぜ。お前をかどわかした奴のことをな。おそらく、その者の名は。不甲斐ないぞ、大天狗。黒生命様、申し訳ありません。この処罰はいかようにでも。構わん。ここまで裂け目を広げれば十分だ。やはり、お前が都の異変の黒幕のようだ。陰の気を高め、何を企んでいる。だんまりか。今日こそは陰道を渡してやるぜ。黒青年行け。手が捨てないわ。せいぜいその時まで足掻くといい。待て、黒青年。逃げられてしまいましたね。黒青年は都の陰の気を高めて一体何を企んでいるのでしょうか。わからないが、ろくでもないことなのは間違いないな。あ、そういえば操られていた方たちは。ちい兄ちゃん、ちい兄ちゃん、お願いだから元に戻って。もふもふ、もふもふ。やめろってくすぐったい。妹じゃないか。やったー、元に戻ったよ。ありがとう、生命さん、広政さん。よかったですね、キョンシー妹さん。うん。あれ、でも大兄ちゃんは。そういえば一人しか見当たりませんね。出してきたよ。綺麗な笛の音に誘われて山の奥に連れて行かれたんだ。大兄ちゃんと二人で。それから何があったんだっけ。頑張って思い出して、ちい兄ちゃん。そうだ、兄ちゃんは無理やり働かされて力を使い果たして、そのまま力尽きて。そんな、じゃあお兄さんは死んじゃったの。大兄ちゃん、遅かったということですか。いや待って、僕たちは元から死んでるだろ。だからその心配はないんだけど。そうだな、また冥界の入り口あたりで困り果てているんじゃないかな。冥界ですか。死者の行く場所ですよね。生命さん、大兄ちゃんを探すのも手伝って。ですが琥珀たちは死んでないので冥界へは行けませんよ。いや、心当たりがないでもない。乗りかかった船だ、協力しよう。大天狗や黒生命について何か知っているかもしれないからな。本当？ありがとう、生命さん。だが一体どうするつもりだ。何、冥界への案内人に協力してもらうのさ。